ブラックキャッツの鉄道技術昔話第39回客車電気暖房の話をさせていただきます。客車暖房が電気による方法で検討された頃、国鉄時代、北陸本線、東北本線や上越線といった比較的寒冷地の区間では電気暖房方式による暖房が行われ、東海道本線、山陽本線、九州各線並びに連隔間がほとんどない北海道ではスチーム暖房が行われていました。電気暖房はいつ頃から始まったのでしょうか。国鉄部内市交通技術に交流電化と電熱暖房という記事がありましたので、この記事を参照しながら解説を加えさせていただこうと思います。昔々暖房はスチームだった。鉄道の暖房設備はスチームによる暖房が一般的でした。このスチーム暖房は、機関車の近くにある車両は暖房が効きすぎて熱く、逆に後方に行けば行くほど暖房が効きにくくなるという欠点がありました。ただ、大正14年から東海道本線、横須賀線の車両限定で、1500V を直接客車で受ける方式が実用されていたそうです。昭和19年頃から電力事情なんかもあって撤去されたそうです。ということで、試験的には、限定的にはですね、東海道本線で、電気暖房というのは始まっていたということもね、知っていただければななんて思います。初期の暖房は高圧式。単純に蒸気機関車からスチーム管を分岐させて客車に送り、徐々にスチームを解放していく方式で高圧式というふうに呼ばれていました。この方式ですと、機関車のすぐ近くの車両は高圧の蒸気がそのまま室内を温めようとスチーム管の中を巡るため高温になりやすい反面、最後尾に行くと蒸気圧も温度も下がってしまって、ほとんど室内を温めるだけのエネルギーが残っていなくて寒さで震えることになるのでした。その後、スチーム暖房は改良されて、大気圧式という方法が考案されました。高気圧方式を改良した大気圧式ということでお話をさせていただきます。大気圧式という暖房方式は、こちらのイラスト出てるんですけども、暖房は改良され、大気圧式の方法が考案されましたとなってますが、こちらですね。客車の暖房に直すスチーム管と、機関車から引き通されるスチーム管を分離し、客車の暖房に直すスチーム管は、一度温かいスチームを受け入れると、スチームの温度が80度程度まで下がるまで暖房管内を循環する仕組みとなっており、さらに温度が下がると弁が開いて新しい熱いスチームを受け入れ、スチーム管の温度が80から90度くらいになると再び弁が閉じて、スチームを循環させるというもので、この方式が長らく国鉄では採用されているそうです。これでいけばスチームの温度が一定に最高位までね、行くという形の方法を取れるということで、ただしね、改良されたゆえですね、やはり蒸気圧の暖房には欠点がありました。改良されたゆえね、蒸気圧の暖房というのは欠点があったんですけども、その欠点というとですね、スチーム暖房の特性上、すぐには温まらない。機関車からのさじ加減に委ねられるため、温度の調節が難しい。電気機関車は当期は暖房車と呼ばれるスチーム暖房の車両を連結していたため、牽引トン数が制限される。EF56 以降は機関車に蒸気発生装置を積んでいました。ちょっとこんなイメージですね。当時の写真をもとにね、作成してみました。東北本線の交流電化で検討された電気暖房。東北本線の交流電化に際しては、電気暖房が検討されることになりました。何故東北本線の交流電化では、蒸気発生装置を搭載するか否かが検討されたのでしょうか。実際、同じ交流電化でも九州地区はスチーム暖房が踏襲され、SG が搭載されましたし、東北地区よりもさらに寒冷な北海道ではスチーム暖房が踏襲されました。ということで、寒冷地だから電気暖房を採用したという理由ではなさそうです。
九州の場合は本州からの直通列車がスチーム暖房で九州までやってくることが主なその主な理由であり、北海道の場合も電化区間は小樽から旭川と限定的であり、こちらも北海道内全体で見ればスチーム暖房とする方がより合理的ということからです。さらに交流機関車の特徴として粘着重量の増加が期待できる。交流制御では抵抗器を使用しない関係で空転が発生するとモーターにかかる電圧が下がり、トルクが小さくなることで、ね、再粘着が促進されることが判明した。これも大きな理由だと言われています。そこで直流機では粘着力の低下を動輪の数を増やすことで対処していきました。 F 級機では大圧が厳しくなるのを承知で三軸していたのもそうした理由と思われます。結果的には同軸が増えても先住輪などもあり、同軸上の軸重は比較的小さなものであり、むしろ SG 装置などを積んで同軸上の軸重を増やす必要があり、 SG 装置の搭載はむしろ粘着力を増やすための必要枠になっていました。しかしここに来て交流電化は粘着力が良く、4軸で6軸の直流機関車並みの粘着力を期待できることが判明しました。そうなってくれば機関車は短い方が経済的であることは自明の理であり、ここに新規で電化する東北本線にあっては黒磯以降を交流方式で行うことが検討されることとなりました。その辺の事情を再び国鉄部内誌昭和33年11月号交通技術を参照してみたいと思います。今からね、お話しさせていただく内容というのは昭和33年11月号交通技術交流電化と電熱暖房というね記事から引用させていただく部分になります。交流式の一大利点として粘着特性が極めて良いことが判明したからである。すなわち従来の直流式 F 級電車機関車では粘着特性が芳しくないため、軸数は初めから大型6同軸を確保していわゆる EF 型を製作したから、だいたい軸重はむしろ不足気味であり、上質の SG 装置、水、燃料などを積み込むことはさして苦痛ではなかったにかかわらず、交流電化となるともはやその上に SG 装置を乗せるか否かは4軸か6軸かの決定的な条件となってくるわけである。ここに至って従来直流電化がどうやら切り抜けてきた電気蒸気暖房に対し再び疑惑の目が向けられ、さらに蒸気暖房の本質的な欠点も改めて指摘され、特に交流区間では再検討する余地が十分にあるので、差し当たり東北線の電化工事に関し黒磯で直流を打ち切り、伊北は青森は江電線または常磐線も大半は交流と決定する条件の一つとして具体的に調査することになったのであるというふうに書かれております。そこで国鉄では電気暖房方式を正式採用することとし、黒磯伊北の東北本線と常磐線には電気暖房方式を採用することにしました。電気暖房方式の概要は以下の通りです。架線2万ボルトを機関車のトランスで1500ボルトに下げて列車に給電する。客車ではさらにトランスで200ボルトに下げて室内暖房、電熱器を並びに湯沸かし系の給電を行うことする。常磐線にあっては上野から直通で高直流機関車を投入するが、直流電化区間にあっては上野から藤代間の直流間、小容量の MG を機関車に設置して対応する。東北本線も EF58 などは SG に変えて MG やインバーターが搭載されることとなり、交流機関車同様に連弾表示灯が設けられました。ちょっとこちらがね、その回路つなぎ図をね、ちょっと当時の資料からね、お借りしてきました。次回は交流機関車による電気暖房後編のお話です。